さあ今日はですねトランザルプ750ですねに乗ってきましたよということでですねこのバイクについてどんな感じだったのか見ていきたいと思います早速ですねいつも通りまたがってみたいと思いますはい足つきから見ていきますかよいしょおお、つかないぞギリギリですね左足のつま先がカラオジでついておりますという感じなんですけども実際にはですねあのこれぐらいのシートコードバイク で結構ちょこちょこまたがることはあるんですけどサスペンションがよく沈むのとあとシートもですね柔らかいので結構そんなになんかイメージとしては苦痛な感じじゃないですねちょっと車体を傾けるとあのつま先がつくようになるんでまあ高いバイクシート高が高いバイクの中では比較的いい方なのかなという風うに感じます カタログの数字だけで言っちゃうとちょっとつかないイメージになりやすいんですけどもそこまでじゃないですねなんか絞り込みも悪くないですしねそんな感じになっておりますさあそして後ろですねはいさあ後ろなんですけども結構楽そうですね一つはですねこのグラブバーの位置が高いことですね結構その座る場所に比べて高さがあるんで今これ肘が曲がるんですけどこういうのが結構こうなっちゃったりするバイク 体をまっすぐに起こそうとすると手が伸びてしまうバイクとこういう風にちょっと余裕があるバイクねやはり余裕があるバイクの方が、えー、後ろに乗る人にとってみれば楽なんじゃないかなっていうのとあとここのですねバー自体の形状も悪くないですよはいこっちに切ってもいいですしこっちに切ってもいいんですけど後ろ側もですね大胆な肉抜きになってて手が痛いとかってことにはならないのでかなりつかみやすい部類の形状のものにはなってると言えますそしてシートの座面ですね座面もですね 割と広さがあって、ここですね。あと分かりやすく四角いので予想通りの座り心地なので結構ですね初めてバイクに乗る方が後ろって言われてもですね、結構怖くないんじゃないかなと思わせるようなそしてそれなりの時間2人乗りでツーリングに行ってもですね、まあ、お尻は痛くなりづらい部類のシートと言えるんじゃないですかねもうツアラーモデルと比べたらそれは厳しいですよただ、えこういうい 中間排気量のモデルの中ではですね、かなり楽めなものになってくるんじゃないかなというふうに思います。さあ、そしてですね、実際のまあ乗り味というかあの、バイクの雰囲気なんですけど、まずはですね、結構ハンドルがワイドで開き目です。えー、絞り角浅めって言えばいいんですかね。もうちょっとこう絞ってあるものもあったりはするんですけど、このバイクに関しては割と開いてる感じ、かつ幅も広いので、はい、かなりそういう感じになってます。このの、えー、ポジションのおかげで まあまあの取り回しだったりとか、あの、細かいところ、こう、ハンドルガッと切ったりとかですね、そういうこともやりやすくはあるんですけども、ただ、まあそうですね、どれぐらいなのかな、身長170センチぐらいの方だったら結構、あの、程よく乗りやすくなってきて、で、普通の大柄な方。 もう今だとどうなんだろう。180ぐらいの方だったら、むしろそんなにちょうどいい感じに感じるんじゃないかなと思わせるぐらいのまあ。そんなポジションですね。個人的にはですね。やっぱりあの小さいので、少しもうちょっとハンドルを絞って欲しかったり。 もしくはちょっと近くしてほしかったりはあったりはするんですけどもただまあ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 言っててもね別に私のために開発したわけじゃないんでしょうがないんですけどそしてカウリング自体はですねえこういう感じでちょうど目線の高さよりちょい下ぐらいですかねそういう高さのカウリングがついてます比較的小ぶりなんですけどもただこれ全体的なデザインがここですねもうカウリングに近い。 まったいらなんですただ垂直に起きてはいるので、えー、有料道路とかで長時間乗るシーンだと少し巻き込んでくるイメージかなと思いますけどもまあその辺もまあだいぶついてるだけいいんですけどね、はい、すごいだからウィンドプロテクションがすごいぞっていう感じのタオルではないただやっぱりですねこれ当然寝かそうとしたらこれ長くしなきゃいけなくなるんで。 こっから距離遠くしなななきゃいけなくなるんでででイコールでですね同じ重さでもですねバイク自体がマスの集中下と反対方向に動くので多分重くなってしまうっていうのもあるんでそうするとこのバイクの持ち味であるそのオフロード性能っていうところにですねまあちょっと良くないのかなというところでまあ、こういうところで手を打ってあるのかなというようなイメージですねもう短いですからねこっから先がこのハイヒールのこのカウル付きのモデルでえこっからここまでがもう短いのではい。 というところでですねまあいいとこ取ったのかなという風うに思います このバイクについてちょっとお話ししていくんですけど、バイクのコンセプトとか、あと細かい装備系のものですね、作り方ですね、を見ていくとですね、まあ、別の動画でもちょっと、あの、詳細チェックとかでもお話はするんですけど、このエンジンの作り方とか、あの、吸気系のレイアウトとか、車体ですね、このフロント21インチ、21ってもうオフロードのサイズなんで、そしてリアがですね、18インチ、そしてメーカーカタログを見た感じ。 ととかそういったところをですね全部加味していくとこのバイクカタログのまんまにはなりますけどやりたかったこととして普段使いがきちんとできるあの便利でふだんに,につく、えー、通勤ないし、えー、レジャーないし全部使えてかつ、えー、世界を冒険することもできるようなそんなオートバイに作りたかったというようなですねそんなイメージですね個人的な感覚で言うと。はい でそれがですね、まああの、バイクの作り方を見ていてもですね、やっぱり思うところではあるんですけど、うまく具現化されている。ただ、もちろんその使い方をしようとしたら、ある程度の、えー、ライディングスキルが必要にはなるなっていうのもですね、思いはしましたけども、えー、例えばこのオートバイで、えー、林道とかに入っていってもですね、全然その、ある程度、 普段かららそそういうう。いことをししててる方だったらですね、れれなりに走れてしまうもちろん本格的にですねこれでジャンプしたりとかそういう話じゃないですよそういう話ではないんですけどもただ、えー、未舗装路にどんどん入っていって積極的に楽しむそして、えー、街中ですね実際にはそういうところに乗るシーンの方が圧倒的に多いんですけど街中を楽しむ通勤に使ったりとか、えー、街中で買い物に使ったりとかっていうですね、そういう非日,日常でも味わうことができてかつ高速道路でもまあまあまあ それなりな快適性を持っているというところをですねうまく全部バランスして、えー、まとめようとした、えー、意欲作といえばいいのか欲張りといえばいいのかそんな感じのモデルになっていますもちろんそれを作るためにかなりですね、あのー、お金もかかったでしょうねホーネットの750と同じエンジンらしいんですけどこれ基本のベースが、えー、かなりですねいいエンジンになってるしかつですねあのやりたいことが全部がそれなりにできるようにうまく作ってあります特にその これ電子制御スロットルがついてるんですけどあのグラベルモードっていうのがあったりとかですねそういったところも含めてですね、えー、やはり冒険にも連れていくことができる、えー、そういうところをですねまあ,あの1台で全てやろうとした、えー、250cc のオフロードバイクだと、えー、通勤とかには便利なんだけどな高速道路しんどいんだよねとかいろいろいろあるじゃないですかそういうの大きいアフリカツインみたいなモデルだと高速道路楽なんだけど普段乗りがなっていうところをですねうまくバランスを取ろうとしただからそれなりの身長があってはい 多分小柄だと大変だと思うんですけどやっぱ街中かねそれなりの平均身長ぐらいあってそこそこの体力がある方だったらそういうものを求めていたらズバッとはまるんじゃないかなとそんな感じがしますそしてまあハンドル切れ角もありますしかつ重さも言うほどじゃないんですよ見た目すごい迫力あるんですけどただ言うほどではないのでそういったところではですね普段使いもできてしまうのかなと思うのとそしてまあ実際に乗った感じでですねまずエンジンですね エンジンはすごいですね、あの特徴的なエンジンにはなってるんで、それはまた別の動画で見ていただければいいんですけど、ユニカムっていうのを使ってるですね、えー、エンジンになってます、えー。結構その、まあオフロード寄りのシリンダーヘッドを軽く作ろうとした機構のエンジンになってるんですけども、ちょっと独特な機構を使ってるんですよね。ここのインテークのところから渦ダクトとつってちょっと干潮を稼いで、管の長さ、インテークのこの中の管の長さを稼いで、 えー、さらにここから、えー、ダウンドラフトで吸気を入れるような機構を使っていたりとかいろ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 あるんですけどじゃあそれがどういう乗り味のエンジンなのか、えー、というとですねあのかなりですね、えー、いい言い方か分かりませんけど刺激の少ないエンジンですねであのつまんないって意味じゃないですよ刺激が少ないっていうのは尖ったところが別に何もないんですよ、ね、それはその「尖る」っていうのは面白さの部分での「尖る」「尖らない」ではなくてあのノイズとか。 あと、その人に対する、まあ、これ二軸のバランスが入ってたりするんで、よりそういうところもあるんだと思いますけど、ライダーに対して不快なところを与えるような印象の入力がバイク側からないっていうのがですね、とことん出来上がってる印象です。だから、これ今、エンジンの話ですよ。えー、例えば、スロットル開ければ、開けただけ。 ちゃんとリニアにあの反応ししてくれるしそこに変な補正が入ってたりとか何かちょっと意,意図違うワンテンポをずれるとかそういうことももちろんないですしあの人間がやろうとしてることを一切邪魔をせずかつそこに対して、えー、どんな条件を揃えてもわざと高めなギアでアクセルを開けてみたりとかいろいろなそういう余計なことをあえて入れてってみてもですねすごく滑らかにこなしていくもちろんその入れているのモードで、えー、電子モードがですね4パターン5パターンですね。 えー、あるんですけども、えー、基本的にはそのスポーツモードスタンダードモードグラベルモード、えー、それからレインモードユーザーモードみたいな感じになっていてそれも結構切り替えていくと顕著に変わっていくんですよ雰囲気としては。その選ぶモードにももちろんよるんですけどもただどこを選んでもですね、えー、そのモードなりのですね、まあ、不快感のない動きをするっていうんですかねそのとにかくですね。 すごく優秀な事を雇ったかのようなですね、まあ、雇ったことないんで分かんないですけどそういうイメージさせる連想させるようなエンジンに仕上がってるんですよねだから主役はやっぱりライダーなんですよねこのバイクは。ライダーがやる行うその行うことが主役になるように作ってあるんですよね。だから高回転まで回りますしまあまあパンチもあります加速もバーッと行くんですよ。 ただそこはあくくまでですね、紳士的に動くし、だからといってそれが単純にいろんなバイクを乗り比べただけでポンと乗って話をしちゃうとえ一見退屈に見える部分もあるかもしれないです。はい、なんですけど非常にユニークな気候で動いてるっていうのとですねまずこのエンジン自体がね、えー、ユニークでかつ、えー、斬新な気候で動いてるっていうのと忘れてはいけないのはね忘れがちになるんですけどでそれをあくまでですね人を邪魔してこないっていうところがですねとにかく強く印象に残った部分ですね。で欲しいところから力も出るし。 かつですね、あのー、ちょっと乱暴にギアを落としたりしてもですね、結構そんなに乱れることもなくですね、えー、ずっとですね、心地いい感じで、えー、エンジン自体が動くので、それこそ本当に長いツーリング、えー、100キロ、200キロじゃないですよ、長いツーリングを楽しんだり、丸一日乗ったりした時にですね、その日の最後の方にもですね、あの、邪魔をしない、えー、嫌にならない、だん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 不快になってきたりしないですね、そういうところがですね、本当に上手に作り込まれたエンジン。 まあもう本当はエンジニアさんですよね。ホンダさんもすごいですよね、えー。素晴らしいエンジンという表現がいいのかなと思いますけども、あの素晴らしいエンジンがついているなというのがですね、このバイクの印象なんですね。それを、えー、きちんと明確なコンセプトのもとにまとめ上げてあるのがこのバイクかなと思います。だからどっか一点でね、豪華主義的に考えたら、ダートに持ってったらどれだけ行けんのよとか、じゃあ高速道路でどれだけ快適なのよとか、そういうふうに一点のもう自分の中で えもう目標は決まってて僕はチ長クルツーリングするためにバイク買うんですよとか私はダートに行くために買うのよっていうようなですね明確に決まってる方はですねもっと明確なモデルがありますただそうじゃなくてどこもかしこも80点取ってくれっていうようなポイントの車両がうまくまとめてあるのがこのバイクそしてそれがですねこの排気量区分まあ 700cc 前後 もですね、バイクに実は求められているものなのかなっていうふうにもちょっと思ったりはするので、そういう意味ではですね、マーケットの声もすごい多分聞いてやってるんだろうなっていうような感じがする仕上がりになってます。で、ポイントだろうはさっきも言いましたけど、全部が80点が欲しいって言いましたよね。 でもこれ全部が70点が欲しいじゃなくて全部が80点が点欲しいっていとう表現をわざと使ったんですねそれはどういうことかっていうとそのわがままをかなり高次元でバランスさせて作っているこれって多分ホンダさんんじゃななないいと作れないかなって思うんですよこの作り方って世界中のメーカー見てもそこがいいところだしかつある意味面白みででもあるんですよその機械の機構とかが全部分かった上で乗ると面白いんですよね。 表現しづらいですけどあの非常に面白い興味深いっていう表現がいいですかね。というところも含めてですねあのすごく高次元でバランスされたあの本当の意味でのベストバイのバイクでもありかつそれを見える方は結構通好みな方なんじゃないかなと。これに乗って えこれをベストバイのの分かっってて乗る方っていうのはですねあのやっぱりなかなかのベテランの方だったりとか物、えー、の本質を見ることができるようなそんな方なのかなと思ったりもしながらですね、まあ、このバイク試乗してたんですけど、まあ、全体的にはですね、えー、特にそんな感じで尖った悪い印象もなくかつ快適性もあり全てにおいて80点のオートバイというのがですね、まあ、今回のえ結論になりますけどもただえ重ね重ね言っておきますけど退屈ではないですよ。多分新しい日常を えキー開くという意味ではこのインプレを聞いて退屈なのかなって思うのであればそれはもう乗り手が悪いかなと思います、はい、このバイクはどこにでも連れていけるしどこでも80取りますよだったらその20はあなたがお見たいなさいという風に思うんですよねそこが欲しければですけどというところでですねあの非常に優秀なバイクということができるんじゃないでしょうか